10月の28日、もう1時半です。また雑草がね、いっぱいね、生えてきました。あ、まあ、菊さんのつぼみ出てきましたね。スプレーマムさん、グリーンスプレーマムさん、つぼみ出てきました。あとは金峰源さんだけ。雑草取ってない。雑草取りしないと、金峰源さんだけ咲いてる。片上さん咲いてる。バラさんはもうなくなっちゃったね、ピンクのバラさん。あとは、バラひろこさん、薄いピンクのバラひろこさん、つぼみこんな感じ。ここは咲いてきた。一本咲いてきましたね、上の方のやつ。ああ、地場のバラさん。あと、ここら辺のね、バラさんね、ちょっとね、もう、ない。ない感じ。もう、やばい感じですね。襲名菊さんもね、もう終わりですね。そろそろ。もう終わりです。もうこれで終わりです。鶴バラさんがね、たまに咲いてます。上の方で。咲いてますよね。オレンジ色の。あとはね、来年の枝もこう、ゴンゴン。伸ばしてまーす。ピンクのバラさん、あ、つぼみ出てきた。ほら、ピンクのバラさん、つぼみ出てきました。このぐらいです、今。ああ、ようやく咲くんだね、これね。秋のうちになってね、虫が少なくなったからね、咲くのかもしれませんね。あとは隣のホワイトのバラさん。今、ホワイトのバラさんいっぱい咲いてます。ほら、あそこまで、あの高さまでホワイトのバラさんです。綺麗に咲いてますよ。うん。結構綺麗。ほら。結構綺麗に咲いてまーす。まだつぼみもいっぱいあるしね。こんな感じで、つぼみね、いっぱいついてます。ほら。こっちこっちにいっぱいついてる。これも咲いてる。綺麗に咲いてるね。あとは、レオナルド・ダ・ヴィンチさん、ツルバラさん。これもね、先日から咲くようになりまして、もちこちで咲いてるね、ピンクの花、咲かしてまーす、ほら。つぼみもね、結構ついてます。ここにもあるし、ここにもあるし。つぼみも結構ありましたね、ほら。いい感じでつぼみも残ってまーす。と、ここら辺のバラさんはね、ちょっとやばい状態。レディーガーデナーさんはね、どうしたんだろうね。隣のバラさんはこんな感じ。咲き始まってる。ほら。隣のバラさん。あとは、三枠さん。三枠さんは葉っぱあるけど、つぼみなーす。岩さんはね、ピンクのバラ。結構、ピンクの花。バラじゃない、ピンクの花。咲かしてます。こんな感じ。重たいからね、もう、しなってるね、相当。もう割ったやつもあるけど。こんな感じです。綺麗だよ、ほら。結構綺麗。つぼみもね、まだあります。ここら辺とかに。ほら、ここら辺につぼみあります。咲いてくれるね。今日ね、ヘリコプターうるさい。なんかね、女子駅伝やってるみたいです。なんでね、結構ヘリコプターうるさいです。さっきもね、ちょっと街の方に行ってたんですけど、通行止めが結構ありました。あとは、こちらは、なんだ。このバラなんだっけ、何バラだっけ、名前がね、もう隠れてる。あ、これだ。あ、これはもう向かいのバラさんか。向かいのバラさん。あとは、マミーブルーさんがやばいって、この前回も言ってましたけどね。本当にね、ちょっとね、マミーブルーさんはやばい状態。多分、ダメかも。そんな感じです。あとは、ラバグルートさん。ほら、ビロードのね、すごい分厚い葉っぱの、花弁のような、分厚い花弁、つけてます。すごいです。すごいよね。この、なんちゅうの、この肌触りっていうか、なんちゅうの、ビロードってわかりますかね。まあ、私、古い人間なんで、多分ビロードって言ってるかもしれませんけども。まあ、他に言い方あるのかな、わかりませんが、すんごいね、こういった感じの、
こうソフトな柔らかい絨毯のような感じの、花です。あとはちょっとここら辺ももう終わっちゃったね。 HT2K さん、もうずっと咲いてまして、もうこの2つはもう終わりだね。これね、今から剪定ちょっとしてあげる。あとは今一番綺麗に咲いてるのはこれ、あとつぼみ、今から咲こうとしてるつぼみ、こんな感じで登ってます。知ってるね、黄色い花が。さあこちらに来まして、チェリーセージさん、チェリーセージさんね、一度剪定してね、またつぼみつき始まってる。ちょっと見えないか、ピンと合ってないね。あ、これつぼみ、チェリーセージさんのつぼみね、つき始まってます。白タイニクさんはまだ入ってます。こんな感じです。ほら、さっき始まってるね。あとピンクのバラさん、地梅のバラさん、綺麗に咲いてる。ほら綺麗に咲いてるね。あとはここら辺の花がなくなっちゃいまして、松葉菊さんがちょっと、咲いてるかな。もう無理だね。でもね、以上こんな感じです。